はい、じゃあ本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。名前を教えてください。山口和弘です。はい、今日自分のプレーはどうでしたか？まあまあ良かったです。どういうところが良かったですか？何これ？ドリブルでかわせたりしたところです。じゃあ普段自主練はしてますか？しています。どういう練習してますか？シュートとかです。シュートとかです。じゃあ学校に好きな女の子いますか？いません。それは本当ですか？本当です。はい、じゃあ好きなサッカー選手いますか？います。誰が好きですか？メッシとかです。メッシ選手。それはどうしてですか？特にありません。理由はかっこいいから。理由がないのに好きなんですか？かっこいいからです。かっこいいから。じゃあロナウドとメッシだったらどっちがかっこいいですか？ロナウドです。そっちだな。じゃあ最後にお父さんお母さんに感謝の言葉をお願いします。いつも家事とかをやってくれてありがとう。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。マジこれな。